にちは、ゲットオムピーチのイータンです。100日間毎日ユーミンの優しさに包まれたならを歌う30日目になりました。イエーイ。30日、あと残り70日ですね。はい、というわけで今日はね、なんかあれですね、夕方ちょっと今日ちょっとバタバタに忙しくて、ちゃんと仕事も海ばっか行ってるとかじゃなくて、一応ちゃんと仕事もしてるので、仕事してたらなんかいつの間にか夕方になってて、あ、じゃあ海でも行こうかなって言って海に向かってこう車を走らしてたんですけど、そしたらなんかあれよあれよとね、雲がなんかもく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 みたいな感じで出てきて、でなんか大雨がバーみたいな感じでね、そう、通り雨だと思うんですけど、まあ、ちょっとこの時間しかちょっと時間が取れなかったので、今日は、お自宅で、30日目の記念にして自宅で撮りたいと思います。はい。なんかね、今日、あれだったんですよ。なんか、口内炎ができちゃって、舌の付け根にね、口内炎ができてたの、もう、痛いのよ、本当に。なんつうの、滑舌が悪くて、滑舌がね、多分悪いと思う。なので、ちょっとね、滑舌おかしいなって思っても、そういう、歌い方だと思ってください。はい、というわけで、やりたいと思います。